アズールデバップスサーバーとビジュアルスタジオチームシステムは製品のバージョン管理をまたは Git ののいずれかレポーティング、要件管理、プロジェクト管理、自動ビルド、テスト、リリース管理機能を提供する Microsoft の統合開発環境のサーバー製品アプリケーションライフサイクル管理全体をカバーしデ v ップス機能を利用できる Azure DevOps は 多数の統合開発環境のバックエンドとして使用できるがすべてのプラットフォームの Microsoft Visual s t u d 及びエクリプス用に調整されている。Azure d e v a p s はオンプレミスとオンラインの2つの異なる形式で利用できる。クラウドサービスは Microsoft Azure クラウドプラットフォーム上に構築されている。オンプレミスバージョンの Azure d e v a p s と同じコードを少し変更して使用し、 最新の機能を実装している。Azure d e v o p s はセットアップを必要としない。ユーザーがマイクロソフトアカウントでサインインする環境をセットアップし、プロジェクトを作成してチームメンバーを追加することができる。短い開発サイクルで開発された新機能は最初にクラウドバージョンに追加される。これらの機能は約3ヶ月間隔で更新として オンプレミスバージョンに実装される。無料版でありながら、Azure d e v a p s Server の主要機能はそのまま使うことができる一方、5人以下でのみ利用可能、シングルサーバー限定、SQL Server Express のみ対応、TFS プロキシのサポートなし、SharePoint 統合利用不可といった制限事項がある Azure DevApps Server Express は、 以下のバージョンで提供されている。Azure d e v a p s は多層のスケーラブルなアーキテクチャ上に構築されている。一時構造はロジックの処理と Web アプリケーションポータルの保守を担当するアプリケーション層で構成される。Azure DevApps は Windows Communication Foundation Web Service を使用して構築されている。クライアントオブジェクトモデルが推奨されるが、これらはどのクライアントでも使用できる。 データ層とアプリケーション層は同じマシン上に共存できる。スケーラビリティをサポートするためにアプリケーション層の負荷を分散し、データ層をクラスター化することができる。Microsoft SQL Server 2012以降を使用している場合は、Always on SQL Server Failover Cluster と可用性グループがサポートされており、データの地理的な複製が可能となる。プライマリコンテナは、 プロジェクトコレクションである。プロジェクトコレクションは、チームプロジェクトのグループを含むデータベースである。プロジェクトコレクションは、各コレクションを異なる SQL サーバー、または SQL サーバーインスタンスに配置できるという点で、別のスケーラビリティメカニズムである。Azure DevOps インスタンスごとの、OA、e、構成データベースには、プロジェクトコレクションのメタデータが格納される。 プロジェクトコレクションデータベースのデータは、ウェアハウスデータベースに集約され、アナリシスサービスキューブにロードする準備として、データが非正規化される。ウェアハウスとキューブにより、複雑な傾向レポートとデータ分析が可能になる。Azure d e v ス p s は、既存のシェアポイントファームと統合できる。SQL サーバーレポーティングサービスは、データウェアハウス、または、アナリシスサービスデータキューブに対するより、 高度なレポートでサポートされている。これらのインストールは同じシステムまたは異なるシステムに行うことができる。ビルドサーバー、ラボ管理サーバー、リリース管理サーバー、プロキシサーバー、テストマシン、負荷テストマシンもインフラストラクチャに追加できる。エンタープライズプロジェクトのスケジューリングを必要とするチームをサポートするために Azure、DaveOps は マイクロソフトプロジェクトサーバーとも統合されており、エンタープライズレベルのポートフォリオ管理、リソース管理、およびプロジェクト追跡が可能である。マイクロソフトは、Azure d e v a p s に接続するための2つのスタンドアイロンの再配布 API を提供している。1つは Java SDK、もう1つは Net フレームワーク SDK である。これらの API により、 Azure DevOps へのクライアント接続が可能となる。Azure DevOps はサービス指向アーキテクチャで記述されているため、ウェブサービスを呼び出すことができる、ほぼすべてのツールと通信できる。もう一つの拡張可能なメカニズムはシステムアラートの購読である。例えば、作業項目が変更された、またはビルドが完了したことをアラートする。事前構成されたアラートは約20あり。 チームは必要な数の追加アラートを構成できる。拡張可能なシナリオで使用すると、これらのアラートを Web サービスに送信して、作業項目を変更、または更新するアクションをトリガーできる。データウェアハウスはカスタムデータウェアハウスアダプターを作成することで、拡張することもできる。Web アクセス、エクステンションズと呼ばれるチームウェブアクセス用のカスタムアドインを作成することも、 できる。Azure d e v o p s は Visual Studio 2010以降 Microsoft Test Manager 2012および2013をサポートする。Eclipse 古いバージョンの Visual Studio およびその他の環境は Microsoft Source Code Control Integration Provider を使用して Azure d e v o p s にプラグインできる。これらのツールは Azure d で v ップスの機能へのフルアクセスを提供する。Microsoft Excel や Microsoft p プロジェクトもサポートされており、作業項目の一括更新、一括入力、および一括エクスポートを可能にする作業項目の管理に役立つ。Microsoft p プロジェクトを使用して、ウォーターホールソフトウェア開発方法論に準拠する際の作業をスケジュールできる。Excel とプロジェクトはどちらも、 データの双方向更新をサポートする。これにより、例えば、プロジェクトマネージャーが、プロジェクトにスケジュールを設定し、その作業を Azure d e v o p s にインポートして、開発者が作業を更新すると、プロジェクトマネージャーが追加の作業を実行しなくても、スケジュールを更新できる。Microsoft PowerPoint も Azure d e v o p s と、 統合されており、要件管理プロセスを支援するための迅速なストーリーボード開発が可能である。この統合により、パワーポイントの組み込み関数でアニメーション化できるあらゆるタイプのインターフェースモックアップを構築するために使用できる拡張可能なストーリーボードシェイプが提供される。これらのストーリーボードは作業項目にリンクできる。 チームの地理的な分散の拡大に対処し、プロセスの早い段階でより頻繁に利害関係者を関与させるために、マイクロソフトはフィードバッククライアントを追加した。このツールを使用すると、ユーザーはアプリケーションを実行し、表示されているものにオーディオとビデオで注釈をつけ、画面をキャプチャし、開発チームにコンテキストフィードバックを提供できる。これにより、会議や デモンストレーションセッションを必要とせずにユーザーの観点からアプリケーションの機能に関する特定のフィードバックが提供される。Azure d e v o p s は UNIX 環境と Windows 環境の両方に対応するコマンドラインツールも提供する。Power Tools にはユーザーがファイルまたはフォルダーを右クリックしてファイルのチェックインとチェックアウト、ファイルの追加、 およびその他の基本的なタスクを実行できる Windows シェル統合が含まれている。Azure DevOps の中核機能は作業項目である。作業項目は物事を表す。それは達成する必要のある作業、追跡するリスク、テストケース、バグなどである。作業項目は XML ドキュメントを介して定義され、コードに拡張可能となっている。 作業項目は開発フレームワークを提供するために、これら及びその他の情報を含むプロセステンプレートに結合される。Azure d e v o p s には a ジャイ e s c r ム、m ミ u 向け Microsoft Solutions フレームワークのプロセステンプレートが含まれている。チームは組み込みのテンプレートを使用するか、サードパーティーによって作成された。 使用可能な多くのテンプレートの一つを使用するかを選択できる。プロセステンプレートは電動工具の一部であるプロセステンプレートエディタを使用してカスタマイズできる。様々な関係を使用して作業項目を相互にリンクし作業項目の階層ツリーまたは作業項目間のフラットな関係を作成できる。作業項目はウェブページ、ファイル共有上のドキュメント、 シェアポイントなどの別のリポジトリに保存されているドキュメントなどの外部アーティファクトにリンクすることもできる。作業項目はソースコード、ビルド結果、テスト結果、およびソース管理内の項目の特定のバージョンにリンクすることもできる。作業項目システムの柔軟性により、Azure d e v o p s は要件管理からバグ追跡、リスクと問題の追跡、レビューの結果の記録まで、 多くの役割を果たすことができる。拡張可能なリンク機能により、要件からソースコード、テストケース及び結果までのトレーサビリティを実現し、監査目的及び変更の履歴理解のためにレポートすることができる。Azure d e v o p s は2つの異なる種類のソース管理をサポートする。チームファンデーションバージョンコントロール TFVC は、チームがリポジトリ内に あらゆるタイプのアーティファクトを保存できるようにする一元化されたバージョン管理システムである。TFVC はクライアントツールを操作するときにサーバーワークスペースとローカルワークスペースの2種類のワークスペースをサポートする。サーバーワークスペースを使用すると開発者はチェックアウトのためにファイルをロックしファイルが編集されていることを他の開発者に通知できる。このモデルで よくある不満は、開発マシン上のファイルが読み取り専用としてマークされていることである。また、サーバーに接続できない場合は、開発者がオフラインにする必要がある。ローカルワークスペースは、これらの問題を回避するように設計されている。ローカルワークスペースのシナリオでは、ファイルは読み取り専用ではなく、作業する前にチェックアウトする必要はない。ファイルが、 開発者のローカルマシン上にある限り、サーバーが接続されているかどうかは関係ない。競合は、チェックイン時に処理される。リモートクライアントのパフォーマンスを向上させるために、Azure d e v a p s には、プロキシサーバーをインストールする機能が含まれている。プロキシサーバーを使用すると、ソース管理コンテンツを開発者に近いサイトにキャッシュして、長いネットワークトリップとそれに関連する遅延を回避。 できる。チェックインは引き続き、Azure で e v a p s アプリケーション層に対して直接実行されるため、プロキシサーバーは読み取り、シナリオで最も効果的である。ソース管理エンジンの一部として、Azure で e v a p s は開発者がチェックインされるコードが構成可能なルールに従っていることを確認するのに役立つ多くの機能をサポートしている。このルールエンジンは、 チェックインポリシーと呼ばれる。開発者がチェックインコメントを入力しない限りチェックインを許可しないチェンジセットコメントポリシーなどすぐに使用できるポリシーがいくつかあります。これらのポリシーは拡張可能であり、チェックインされているコード、コメントおよび関連する作業項目のすべての側面を調べるために使用できる。Azure d e v o p s は独立して使用すると 複スコップと呼ばれるコード分析機能もサポートする。Azure DevOps に含まれているということは、サーバーにチェックインされたコードに対して、自動ビルド中に分析を実行できることを意味する。Visual Studio Code の Azure l u p 拡張機能は TFVC をサポートしている。Git Azure DevOps では、 Git もネイティブサポートしている。これは、Microsoft 固有の実装ではなく、リベジェットにライブラリーに基づく標準の実装である。これは、人気のある GitHub を強化するのと同じライブラリーで、あり、コードは GitHub から無料で入手できる。Microsoft は、標準ライブラリーを使用するアプローチを採用したため、任意の Git クライアントを、Azure d e v o p s でネイティブに使用できるようになっている。 これにより Git をサポートする任意のプラットフォーム及び任意の IDE 上のツールが Azure d e v a p s に接続できるようになる。例えば両方の Xcode と Android Studio のメーカー Git プラグインをサポートする。さらに開発者が Eclipse 用のチーム Explorer Everywhere プ,プラグインを使用したくない場合は Agit を使用して Azure d e v a ス p s に接続することを選択できる。 Git を使用しても Azure d e v o p s ワークアイテムまたはビルドシステムを使用するメリットが損なわれることはない。Git でコードをチェックインするときにチェックインコメントでワークアイテム ID を参照するとチェックインが指定されたワークアイテムに関連付けられる。同様にチームビルドも Git プロジェクトをビルドする。Azure d e v a p s を Git リポジトリとして使用する主な理由の一つは SQL サーバーに支えられており、チームファンデーションバージョン管理と同じ保護が提供されていることである。これにより、開発者は、プロジェクトのタイプと自分に最適なワークスタイルを選択する際に、いくつかの選択肢が得られる。レポーティングは、2005年の最初のリリース以来、Azure DevOps の中核コンポーネントです。レポーティングインフラストラクチャーは、関係データベースである、 データウェアハウスと SQL サーバーアナリシスサービス、データキューブで構成されている。このオプションがインストールされている場合、これらのソースは両方とも SQL サーバーレポーティングサービスを介したレポートに使用できる。これらは標準のデータベース及びキューブ構造であるため、これらのデータソースを指すことができる任意のツールが、それらからレポートできる。これには、コグノス、 タブロー、エクセル、その他のレポートツールなどのツールが含まれる。すぐに使用できる各プロセステンプレートにはビルド情報、テスト結果と進捗状況、プロジェクト管理、アジャイルレポート、バグと問題のデータをカバーするレポートサービスの一連のレポートが含まれる。SSRS のレポートビルダーを使用して新しいレポートを作成でき、既存のレポートを変更できる。 付加テストの結果については、より専門的なレポートを利用できる。このデータは、ビジュアルスタジオ内で直接利用でき、詳細な分析のために、エクセルにエクスポートできる。軽量レポートと呼ばれる機能は、クエリ結果に基づいて、ウェアハウスやキューブに依存しない、リアルタイムレポートを作成する機能を提供する。チームビルドは、チームファンデーションサーバーに含まれている。 ビルドサーバーアプリケーションである。チームビルドはメスビルドと Windows ワークフローファンデーションの2つのコンポーネントで構成されている。メスビルドのは Apache Ant と同様に宣言型の XML 言語である。WF は TFS2010 以降のビルドプロセスに追加された。それ以前はメスビルドのみが利用可能であった。ビルド機能は アズールデバップスの後続のリリースごとに進化し続けています。TFS2010 及び2012では WF テンプレートファイルはソース管理に保存されソース管理から直接編集及びバージョン管理できる。TFS2013 ではこれらのファイルが削除され煩雑さが解消されビルドプロセスが合理化された。WF テンプレートは必要に応じてダウンロード。 編集およびソース管理に保存できる。TFS2013 は既存の TFS2010 または2 0 1 2ビルドプロセステンプレートを壊さずに扱うことができる。TFS2013 での Git のサポートによりチームビルドが拡張され Git プロジェクトと TFVC プロジェクトの自動構築が可能になった。Windows ワークフローはビルドプロセスの全体的なフローを制御し、 アズールで v ップスにはビルド中に実行される一般的なタスクを管理するための多くのビルド済みワークフローアクティビティが含まれる。メスビルドはプロジェクトファイルにあるマークアップ言語である。ビルドシステムは拡張可能であり、ユーザーは独自のワークフローアクティビティを作成でき、メスビルドをプロセスに挿入し、外部プロセスを実行できる。ビルドのワークフローの性質により、 無制限の柔軟性が可能になるが、その柔軟性を実現するには、多少の作業が必要になる場合がある。チームビルドの機能を強化して、コミュニティ開発者がアクティビティを構築できるように、オープンソースプロジェクトが開始された。ビルドプロセスは、スケジュールされたビルド、継続的インテグレーション、ゲートチェックイン、ローリングビルドなど、様々なタイプのビルド用に構成できる。 ゲートチェックインビルドは開発者がチェックインするコードを棚上げしサーバーコードで最新情報を取得してビルドを実行する。ビルドが成功するとコードを送信した開発者に代わってコードがチェックインされる。ビルドが失敗した場合開発者に通知され別のチェックインを試みる前にコードを修正できる。ビルドには保持ポリシーがあり。 不要な時に蓄積されないようにしたり、ビルド出力をロックして永久に保存することができる。TFS2013 の新機能は、ビルド結果をソース管理にチェックインする機能である。これは、ビルドを配置するためのドロップ場所がない Azure DevOps、サービスでの自動ビルドをサポートするために必要な拡張機能であった。オンプレミスバージョンでは、ビルド出力は、 アクセス可能な共有フォルダーの場所に配置されるように構成できる。Azure d e v a p s のビルドプロセスはチームビルドが Azure d e v a p s で作成および保存されるアーティファクトの多くをまとめるというトレーサビリティメカニズムの一部でもある。開発者がチェックイン時にソースコードを作業項目に関連付けると仮定するとチームビルドには各ビルドの変更をレポートする機能がある。 ソースコードの変更と作業項目の変更の両方、及びテスト結果、機能テストの結果などである。バグやプロダクトバックログが解決されてビルドに統合されると、これらのアーティファクトを追跡する作業項目が自動的に更新され、どのビルドで正常に統合されたかが示される。テスターはテストツールと組み合わせて各ビルドで変更されたコードだけでなく、 ビルドごとに変更されたバグ、フビー、その他の作業の統合ビューを取得する。当初、TFS2015 とビジュアルスタジオチームサービスを使用して、マイクロソフトはクロスプラットフォーム対応のノード JS アプリケーションに基づくビルドエンジンのアーキテクチャを再発明した。現在、Windows、Mac、および Linux ビルドエージェントがサポートされている。 アズール e v o p s はマイクロソフト Azure のビルドホスティングを介して柔軟なビルド機能を提供する。2013年半ば、マイクロソフトはエンサイクルソフトウェアからインリリースという製品を購入した。インリリースはチームファンデーションサーバー2013に完全に組み込まれた。この機能は真の継続的デプロイソリューションを可能にすることで自動化された。 ビルドおよびテストプロセスを保管した。ツールは TFS2013 のリリース管理に名称変更された。リリース管理機能によりチームは開発、テストおよび本番環境への制御されたワークフロー主導のリリースを実行でき、一つ以上のリリースの進行状況を監視するダッシュボードが提供される。マイクロソフトは ビジュアルスタジオチームサービスのリリース管理とオンプレミスバージョンの TFS を再構築し2015アップデート2の新しい変更を加えた新しいバージョンのリリース管理はクライアントとしてウェブブラウザを活用しチームファンデーションビルドと同じエージェントアーキテクチャに依存しているリリース管理により Azure d e v o p s の d e v o p s 機能を活用することができるありがとうございます